人気ハリウッド俳優が大谷翔平に敬意水な姿が話題。ガチファン、こんな素敵な投稿。ジョゼフ・ゴードン・レビットの T シャツに注目。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたロッキーズ戦に、1番 DH で先発出場。 5回に2試合連続となる52号逆転ツーランを放ち、52個目の投塁も成功させるなど、4打数3安打2打点、1投塁と大暴れだった。前日の敵地マーリンズ戦では大リーグ史上初の50本塁打 &50 投塁を超えて、51から51を達成。米ハリウッド俳優も敬意を示している。画像。 こんな素敵な投稿、ガチファン、人気ハリウッド俳優が大谷翔平に敬意示した実際の姿自身の X、旧ツイッター、で大記録を祝福したのは、ジョセフ・ゴードン・レビット。映画、インセプション、ダークナイトライジングなどに出演している人気俳優だ。言葉だけではない、漢字で、大谷翔平。 というネームと背番号17の入った紺色の T シャツを着た自身の後ろ姿を投稿。史上最高の選手になるところを目撃したと綴っている。これには日本のファンからも感激のコメントが集まった。ウォー、スーパーハリウッド俳優まで、こんな素敵なポストをしてくれました本当に嬉しい。大谷さんの T シャツ着とる。なんか可愛い,い。 そりゃファンになっちゃうよね。ジョーも大谷さんファンなのか。なんか嬉しい。さらに、ガチドジャースファンだもんもねえ、という声もあった。